こんにちは、山本道場の山本誠二です。さて今回はですね、まあちょっとタイトルにもあるように、もういきなりこの、トーク動画、お話動画でいきなり強烈な、まあ教えだ、これゴルフ界には存在しますよね。これ教えまと呼ばれる人もんでいるのか、まあいろいろ考えたことがあります。でやっぱりですね、レッスン生、道場生がやっぱり、こういう教えまもうまですよね、悪魔のまの被害に遭ったと、いうことはまあよく聞くわけです。これゴルフ以外にもあんまりいないですよね。まあ、いるのかも分かりません。例えば、趣味で、ある釣り、ね、これなんかポイントとかね、秘密のことは教えないですよね。まあ、よく耳にする被害状況をやっぱり聞くとですね、いやもうこれは俺の秘密やとか、ね、いうことで、まあ教えられる、まあ被害に遭うと、まあたくさんあるんで、まあそれをですね、まあ文句云々というよりは、まあ面白おかしく、そして、教え魔の定義いうところまでちょっとお話をしたいと思います。それではこれやっぱり教え魔の、まあ教えてもらった人を教え魔だってこう教えられた人が言う時はですね、やっぱりその、まあ、損した、ね、被害ですから、まあ、損した、崩れた、ね、分からなかった、ね、まあ、分からなかったっていうのは私の動画にもたくさんありますけれどもね、まあいろいろあるわけですね。で、まあ一番の、まあ、被害というと、まあ、崩れたですよね。もううまくいってたのに、それはもう何が何だか分からなくて、もうぐちゃぐちゃに、ぐちゃぐちゃになって、そうするとほんまにもしああいうアドバイスを受けなかったらどうなってただろうという感じでですね、まあその時間でまた崩れたら元に戻れないんですよね、なんかね。まあそうするとこの先どうなってしまうんだろうっていうことを考えてしまうんですが、まあちょっとここ物事を整理するために一つ言いますと、人間そのスイングが崩れた、まあ何かのアドバイスによって全く当たらなくなってしまった、自分が分からなくなってしまったということは実際にあります。ありますが、そして崩れてるんですが、もうそれがドライも食わないもならない、変な癖がついてしまったということにはならないです。いろんな印象が頭にポンとついてしまって、それが離れないということなんですけども、まあ違う本当に新しい印象がパッとつくと、人間というのはもうそんなバカじゃないんで、パッと良くなります。そのまあいわゆる、まあ通らなくていいトンネルに入ってしまったというのはあるかも分かりませんけれども、これでもうガタガタに自分のスイングやゴルフが崩れてしまうということはありませんので、そこだけは、安心をしてください。はい、じゃあ教え魔の定義というのをまあ簡単に言ってみましょうかね。私が考えた定義はこれです。定義1、教える側と教えられる側が初対面。まあこれですね、この条件で教え魔に会ってしまった場合は、まあ相当しんどいですね。まあもうずっとやっぱ教え、親切に教えてもらってるから、なんとかしなきゃいけないって、もうこれだけでもうまくいかないです。やっぱり初対面ってやっぱ緊張しますね。緊張してるところにですね、これね、条件が2になるんですけども、相手がはるかに年上、ね、そして、女の人だったらおっちゃんで、男性、ね、
そして実力も上であろうという人、これも全て立場が上なわけです。そうするともうそれだけで緊張します、ね、ああありがとうございます、もう言うしかないですよね。しかもやっぱり普通だったら、いや、まあ、いわゆるアドバイスを求めてないのに、ね、こんな親切にしてくれるんだっていうところから、ね、ありがとうございます、もうそれでもだいぶ立場がもう違います。立場が違うところからですね、いろいろほんまにやろうとしたらなかなかうまくいかない。そして最後に定義3、アドバイスを頼んでいない、これがですね、非常に重要な、これはもう教え魔か、教え魔じゃないかのもう大きな違いです。これやっぱりアドバイスもらいたいな、ちょっといいですか、ね、ちょっとこういうふうに言ってはって、誰かにも教えてはったんですけれども、お連れの方に教えてはったんですけども、それ私にも教えていただけませんかと、こちらから興味を持ってアドバイスを求めた場合は、もうその瞬間1と2であってももうセーフです。教えまではありません。だからもうこれがもう非常に重要な項目になります。やっぱりですね、私これ教える立場、指導する立場にありますけど、やっぱりまあうまくいってほしいです、ね、でも欲してない、望まれてないのにその的確なアドバイスするっていうことは、まあ、ほぼ無理。要は興味を持ってもらっているということだと、あ、こうですねっていうことになりますけれども、ちょっといいですか、これちょっとこうやって打ってはりますけど、もうちょっとこうした方がいいですよっていうアプローチは絶対しないですね。まあ、ほぼ25年間1回もしたことないです。なぜならば、そううまくいくはずないからです。お腹いっぱいやのに、いくらこれ美味しいですよ、ね、例えば中華料理が食べたいなと思ってんのに、全く違う料理をその紹介してもですね、いや美味しいけどこれじゃないんだよねってもうなりますやん。そういうことなんですよね。ですから、そういうアプローチをされるということはうまくいく可能性も低いですし、まあ、せっかく親切で教えていたとしてもですね、やっぱり教えられたからからは、まあ、感謝されないということで、まあ、教え間にならない方がいいんじゃないかなと思います。さて、じゃあですね、これちょっと非常に興味を持つところかもしれませんが、ね、この教え魔という人たち、まあ、教え魔、悪魔の魔ですから、もうこれはもう教え魔という、妖怪にしましょう、ね、妖怪教え魔です。妖怪教え魔は、なぜ人に教えるのかということなんですけども、これやっぱり、その人の自己顕示欲が強い人ね、まあ、いわゆる、関西弁とか私の周りで言う、表現する道屋政治ですね、道屋、ね、ですから初対面の人っていうのは相手が分からないじゃないですか、まあ、強そうな、うまそうな格好、うまそうな表情、うまそうな立ち振る舞い、ね、そして実力差を見極めて圧倒的に上の立場から言うから、はあすごいですねとこうなるわけですよね。これはもう自己顕示欲をこう誇示して、まあ、いわゆる至福の時間なわけですよね、はい、教え魔という妖怪教え魔にとっては、ね、じゃあ次、妖怪教え魔にもいろいろパターンがありましてですね、自分が一生懸命やってるんだけれども、自分の技術に実はですよ、実はもう深層心理で自信がない、そういうふうな心理になった場合ですね、人にもやってもらって、おお、うまくいった、うまくいった、これいいですねってなることによって、どんどんその自分の考え、そういうものがですね、こうがっちりこううまくいってくるわけです。
ここは間違いない。そして安心して自分の技術に役立てるというこういうあの妖怪教え魔もいるわけですよね。まあこの2つに共通するところはですね、一見親切に見えるんですが親切ではないですよね。あの結局自分の修復の時間のために、こうアプローチをするわけですから、まあまあ、本当にですね、私こういう仕事を25年間指導というものをやらせてもらっていて、まあね、レッスンってめっちゃ難しいです。もう本当に、ですから自ら教えましょうかということは、まあ、しないですね。それをやるとまずもう失敗の可能性があるわけです。もうやっぱ失敗っていうのはやっぱりこうなりたくないので、ですから、ドキッて心当たりのある方、妖怪おしまじゃねえか俺はっていう方もこれ感謝される方法があるんです。これは何かというと今の定義を崩せばいいんです。これやらなければいい。例えば定義の教える側と教えられる側が初対面、それはスポーツを通じてね、何かこう交友関係が広がったらいいですから、そうなると全然声もかけられへんかってなるでしょ。これ、最後だけ守ればいいんです。アドバイスを求められればいいわけです。これめちゃくちゃ信頼関係になります。自分がしちゃいけません。教えましょうかはもうダメです。教えましょうかがもう教えまです、ね、でこれが守れればもう全然あの向こうも聞くその意識になってますから、ね、あなたが思っていることをこれはもうバンバン入ります、ね、じゃあ、どういうふうなことに気を使えばいいかというと、もうそうですよね、ちょっと教えていただけませんかって言わすかどうか、ね、そしたらもうね、あなたのアドバイスがどんなアドバイスであろうが 50% ぐらいはねもう確定で、ね、51、60、ね、70ともう50点は取れてるわけですから、もうそこからこうぐっといきます。そうするとまあいわゆるあの感謝されるということになるかと思いますので、ぜひ、人を教えたいなっていう人は、まあ、そういうところを、まあ、ちょっと考えてやればですねいいかと思います。では、教え魔について1でした。それでは、次回、教え魔2でお会いしましょう。山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram もやってますので登録の方よろしくお願いします。やめろ